ほめほめ。こんにちは、ほめほめドッグトレーナーゆかです。今回も私の愛犬15歳のナナちゃんと一緒にワンちゃんの老化予防のトレーニング、特に後ろ足の筋力維持のトレーニングをご紹介したいと思います。最近の動画でも後ろ足、ワンちゃんの寝たきり予防に大事ですよっていうのをお話ししたんですけども、本当に10歳過ぎてくると一気に後ろ足の筋力落ちてしまうんですね。前の動画見てなかった方のために、ワンちゃんは、後ろ足ほとんど日常で意識しません。前足に重心をかけて四つ足歩行しているので、後ろ足は意識して動かすトレーニングをしてあげないと。人間も例えばただ歩くだけだと歩くの意識 しないですよね。意識して体を動かせないということは筋力の使い方とか意識しないんですね。なので、ワンちゃんも後ろ足を意識させるトレーニングをすることで寝たきり予防になりますので、やってあげることで絶対シニア期が変わってきますので、今日これからご紹介することも簡単ですのでチャレンジしてほしいと思います。ほめほめ。では早速後ろ足を意識させるトレーニング今日もやっていきますが、今日は具体的にはバックで後ろ足をターゲットに乗せるというのをやっていきたいと思います。まずそのバックからやっていきますね。はい、じゃあ縦折り子で、バックのやり方はいくつかやり方ありますが、一番簡単で単純なのはご褒美を持った手に集中をさせて、ちょっとよいしょ、そう折り子、ちょっとですね、顔が鼻先がちょっと下目に向くようにしながら押すと、よいしょ、そう折り子、後ろに下がりますので、一歩でも下がったらご褒美っていう風にして練習をしていきます。で、できるようになってくると、合図でできるようになって、バックできるようになります。バック折り子、この鼻先を押す誘導からだんだんとこの見上げさせて下がるっていう風にステップアップができますので、で、そのできた前提で今日はターゲットに後ろ足を乗せるというのをやっていきたいと思います。ほめほめ。バックマークと呼んでいますが、はい、バック、そう、よしよしよし、バック、そう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 、よいしょ、座っちゃうね。すぐ座っちゃうのはやっぱりちょっと後ろ足を頑張って意識して使うので大変な動きなんですね。なのでなちゃんちょっともう15歳ですので長距離バックはちょっと難しいので今頑張ってます。で、バック、よいしょよいしょよいしょ、バックだよ、よい、そう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 、お、折り子、今持ち上げて片足乗せたの分かりましたよね。で、そう、折り子、折り子、上手上手。毎回ななちゃんも結構毎日これやるんですけども、1回目はスムーズにいかないんです。で、だんだんやってるうちにスムーズに乗るようになってきます。バック、そう、よいしょ、イエス、折り子、すごいすごい、いい子。で、横らしょ、両足、両後ろ足乗せるよ、ちょっと位置調整、横らしょ、折り子、 OK、 上手。で、バック、そう、上手、折り子、すごいすごい。3回目は結構スムーズでしたね、折り子。で、こんな風に、折り子、折り子、イエス、おお、今ちょっと座っちゃう、イエス、折り子、意識して使うっていうことをしだすと2分後3分後で変わりますので、やってみていただくとワンちゃんが意識して体を足をね使えているっていう実感というか見てすごくわかると思います。折り子、上手。これ若いワンちゃんだったらこれ4センチくらいなんですけども、高さをレベルアップで高くしていってあげてもとてもいいエクササイズになります。で、シニアのワンちゃんとかちょっと足の悪いワンちゃんでもこの低いターゲットでしたら負担がないし良いエクササイズになりますので、ぜひやってみてください。ほめほめ。今回はワンちゃんの老化予防のトレーニングの一つ、後ろ足を意識させるトレーニングを
ご紹介させていただきました。後ろ足、ワンちゃんの寝たきり予防にとっても大事ですので、まだワンちゃんが若い飼い主さんはシニアになってからもう体がカチコチになってからやるのではなくて、予防で若いうちから筋力維持のトレーニングもぜひやってあげてください。その過程でワンちゃんとの絆もどん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 深まっていきます。ということで、今回も役に立ったと思う方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らす方法や考え方もお伝えしています。興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。